こんにちは。この動画では家でできる歩く練習のポイントを3つ紹介します。よろしくお願いします。1つ目のポイントです。大きく振り出してかかとからつくことです。2つ目のポイントです。腰が引けないように踏み出した足に体重を移動することです。3つ目のポイントです。前かがみにならないように地面をしっかり蹴りましょう。以上の3つが歩き方のポイントです。今回の動画では大きく振り出してかかとからつくことを意識して歩いてみましょう。なお最初は転倒しないよう無理のない歩幅でかかとからつくようにしてください。